皆様こんにちは、溝上新一の教育論動画チャンネルナンバー238、本日は、昨日配信いたしました内野正秀先生とのインタビューの後に私と議論した内容を編集してお届けするものでございます。タイトルは、授業で自立する若者を育てるナラティブを社会構成的に共有して歴史を探求するでございます。これが昨日配信した本編ですね。こちらをご覧になって今日の議論をお聞きいただければと思います。いろいろ議論しておりますけども、2つ大きくご紹介しておきます。1つはですね、内野先生の社会構成主義もう本当によく勉強されててですね、私も質問して深掘りするようなこう、議論の時間の中で結構な時間コメントしてしまってですね、なんか楽しかったですね。で、その社会構成主義っていうのはこういうのっていうのがあってですね。ただ、内野先生はもっともっと、違うところも言っててですね、そこをですね、弁証法的な発展の運動、自己運動と呼ばれる、ものがありますけれども、そういうものをですね、ちょっと加えて、コメントしました。本当素晴らしいですね。はい。で、内野先生の授業、生徒主体の学びというのを言葉通りですね、高校の、歴史の授業で、展開してるんですけれども、やはり生徒にその権限譲渡していく中でね、いろいろ問題とか、やっぱコツとかあると思うんですね。で、そのあたりのポイントとかご苦労ですね、教えていただきました。はい、それでは議論の様子ですね、ご覧ください。ちょっと学術的なコメントしますよ。なのでお願いします。社会構成主義っていう観点で、はい、大きく捉えてたと思うんで、それ間違えてないんですけれども、はい、先生がおっしゃってるのっていうのは社会構成主義よりはるかに以上のことですよ。これ弁証法ですよ。つまりね、社会構成主義っていうのは、言ってみたら、ある知識、事実というのが、独立して成り立っているのではなくて、いろんな人との関係の中で、相互共有っていうか、相互的な解釈の概念化されたっていうことなんですよね。だけど、で、それは先生の、こういう歴史の授業のあらゆるところにあるので、それは大きなプラットフォームなんだけれども、例えばその中で、こういう問いを出していくときにね、発見という立場で考える人がいる。で、発明という立場で考える人がいる。で、発見という立場で考えてるんだけど、発明というものをこうずらして最後取り込んで両方の立場をこうバーッと上げていきますよね。で、こういうのってヘーゲル的に言ったら弁証法的な自己運動っていうもので、で、私たちっていうのは、なんていうかな、ある解釈をすればいいっていう、そういうことだけではなくて、常に他者性っていうかね、違う考えとか、なんかそういうものに常にさらされてるんですよね。で、ここで言ったら、発見の立場を取ってるんだけど、発明っていう考えの人たちがいるわけですよ。はい、で、社会構成主義ってまさにこういう時にも結構出てくるものでね、これいろんな人たちと解釈を共にするっていった社会構成主義、それだけなんだけど、そこをね、運動にしていくわけですよ。で、その時に、ヘーゲル的に言ったら弁証法的な運動っていうんだけれども、やっぱりね、物事の理解の発展っていうのは常にね、他者との対話なんですよ。ズレとの対話って言ってもいい。で、こういうふうに二項対立ぶつけていってね、一番下のような発見の立場でもあり、発明の立場でもあるっていうふうに、両方統合していく、こう、統合的視座っていうのが出てくるっていうのは、もう本当にね、まさに弁証法なんですよ。で、結構理解の工事の過程って言われたりもしていて、で、そこがね、すごくね、面白かった。上2つだけで終わったらなんかディベートなんだけれども、そこからこう立場によって、解釈の仕方かな、その両方使えるっていう話にやっぱりしていくんだと思うんですよ。はい、でそういうところに授業が向かっていくとすれば、それは何かしらある種の発展的な運動をしてるわけでね。で、もう一つね、ちょっとすいません、議論するというより、なんかね、コメントしたくなるほど、なんか、ね、先生がどういう意図で使ったかわからないけれども、歴史はナラティブだってね、例えば言うとしたときの、ナラティブってどういう意味なのかって言ったら、単に物語っていう意味だけじゃないんですよ。はいはい、ナラティブを使うときの決定的なポイントは、今ここから事象を再構成するってことなんですよ。構成再構成するってことなんですよ。人は、
語ることによって今現在の、考えとか理解を更新していくんですね。だから歴史って言わなくても、例えば人が自分について語る時でもね、過去にあったこととかいろいろ思ってきたこととか、なんか事実とかやっぱありますよ。だけどそれは、こう物語としてつないでいくことによって自分の中で自己物語として位置づいてくるんですね。で、そこに乗ってこないことっていうのもたくさんあるんだけども、人はそこで拾い上げるもので自分の人生こうだったとかね、こう言っていくんですよ。で、実はそういう物語を作っていくことによって人は、これから未来にドライブされるって言われるんだけれども、自分で、自分はこういうふうに生きてきたしというような物語が自分をこう次に動かしていくんですね。で、それが作れない時には人は立ち止まってしまう。で、それを、非常にこう技法にしたのが精神分析ですね。あるいはカウンセリング。つまり、カウンセリングがナラティブだって言われたりね、精神分析が過去に戻って現在をこう構築していくっていうのは、過去のトラウマ、まあ、例えば精神分析なんかは、小さい時とか、まあ、幼い時のこうある外傷体験とかね、トラウマっていうものにこう無意識的にこうよく脅かされてね、で何かよくわからないんだけど、いろいろこう例えば夢とかね、あるいは無意識をこう意識化させていく、まあ、いろんな精神分析的な技術を使ってね、こう意識化させていくわけですよ。で、そして自分は小さい時にこういうことがあったんだということに気づいていく。で、気づいていくことによってコントロールできるようにする。まあ、しんどい体験だったんだけれども、なんかわからんものがこう無意識的にわーってこう来るような、そういうことじゃなくて、あれなんだって言ってね、掴むわけですよ。で、掴んで気持ち的にはしんどいんだけれども、でも掴んだらね、そこから「じゃあ」って言ってこう話作っていけるんですよ。で、そういうふうに何を捕まえるかっていうこととかね、そこからその後何をつなげていくかっていうことによって、自分が今現在、なんでここにこう自分はこんなに苦しいのかとか、じゃあ自分はそこからどうするのか、言葉が次を作っていくんですね。で、先生は、歴史の授業者として、いや、探究とつなげてね、自立する若者って本当に、なんか歴史の先生がそれ言うかっていう、まあ一般的にはね、いやでもね、先生の話を聞いて、きっと全国の多くの、まあ、こう教員とか関係者はね、そうか、歴史こそがまさに自立する若者をね、育てていく大きな教科になると。つまり歴史っていうのは今のこの精神分析的なね、イメージで言うと、もう過去の塊なわけですよ。で、その過去の塊の中で何をつかみね、何をつなげていくか、で、その何をつなげていって物語を作るかって常に今の視点なんですね。こういうふうに言っていくと、この話は何も歴史だけにとどまらず、あらゆる教科に、まあ、通じるものになり、そして、もっと言ったら、それはもう学校教育の教科学習を超えて、人が生きていく上での必要な作業なんですよ。やっぱり、まあ、今回の話、やっぱ生徒が出してくれた答えっていうのが前面に出てきているので、やっぱりこう、私だけっていうよりは、生徒たちが、いろんな場面で多分培ってきたものが、たまたまこの歴史の授業の中で一つ形として、まあ、問いかけの仕方もあったとは思うんですけども、まあ、出てきてくれたかなっていうふうには感じてます。ここの部分ですね。やっぱここの図を南先生見たときに、どう感じられるかなっていうのが、私はね、先生、ここが自分の、まあ、領分というかね、まあ、自分はここでしかやれないのでって、ちょっと控えめにおっしゃったけど、先生は文科省教育委員会管理職の、求めてるもの、期待してるものをよく知ってるのでね、私はちょっと違うと思って聞いてて。で、多くの先生が先生の言葉通り受け取って、いや自分たちの領分は教師生徒のここだけだからなんてね、小さく受け取ったらこれ大変なことになる。で、私はね、決して例えば政府とか教育委員会、まあ先生は管理職は結構やり取りしてると思うので、まあ、そこは軽くもうちょっと入ってるかなと思います。そうですね。ただまあ、教育委員会文科省とね、直接的にやり取りするということはそんなにないかもしれない。
まず自分なりに文科省とか教育委員会何期待してるのかとか、いろいろあるけどね、思うことは。だけど、まず彼らはこういうふうにこう、やりましょうって言ってるわけじゃないですか。で、そこをね、受けないで、生徒教師の中だけの話にしちゃうと、これはもう日本バラバラになってしまう。さっき言った私なんかはね、ちょっと学者としてのコメントしたけれども、でもああいうものが今ゴロゴロこう、教育界の中出てきてるわけですよ。で、なんで出てきてるかって言ったら、もうみんないっぱいなんていうかな、考えて考えてわかんなくなってるからなんですね。で、それがもっともっと簡単な話だったら、こんなに学者の議論がね、あっち行ったりこっち行ったり出てこないですよ。それぐらいね、混迷した今現代社会ですよ。勉強しないともう分かんないからね、今の指導要領っていうのは。ものすそうごいです抽象度ね。高いんで、勉強したってなかなか分からんところをね、勉強しない人が分かるような世界じゃないよね。だそういう意味では今の先生たちは大変ですよ。すごく大変。だけどそれは現場の先生だけじゃなくて、企業とか行政の人たちも一緒なんですよ。だからつまりこの話は現代社会の構造なんですよ。で、そういう意味では先生はね、よく勉強している。知ってますよ。いや、私知ってるから先生こうやって頼んでるわけだよね。で、先生ともう付き合いも長くなってるから、先生が、細かく何学んでるか分かんないけれども、大体どこら辺のレイヤーにいる人なのかっていうのは私の中でマップありますよ。だからこの図は、先生の説明としては、ふんふんと思って聞いてましたけれども、ぜひこの視聴者には言葉通り受け取るなと。ちょっと釘を刺しとかないかんかなとか言って思いますね。先生ね、ちょっといいことばっかりじゃあれだから、ちょっと質問しますね。ぜひお願いします。はい。まず一つ、生徒、例えばアクティブラーニングとか、やっぱり広くやっていくと思うんだけれども、全員がやっぱりここね、向かわないかんですよ。で、全国の先生たち、なんか形上はこう、生徒にこう、権限譲渡していくんだけれども、やっぱりなんかこう、やる人、やらない人、分かれていって、そこにこう、先生が介入できない。やってる人しかやってないみたいなね。そういうことに対して先生のなんかこう、ご苦労とか、ちょっとポイントってありますか？まず、やっぱ私も、手放すってとかもそうなんですけども、やっぱ歴史って面白い、たくさん面白いことを知ってるので、知ってもらいたいよっていうのがやっぱあるわけですね。だけど、それって結局私だけのナラティブになってしまう、私の歴史になってしまうので、そこの、まず葛藤と、向き合うっていうことをしないといけないかなっていうふうに考えたんです。私は、その歴史を通して、そもそも何をしたいんだろうか。さっきの、彼らと、ここで歴史を学ぶ意義とはっていうところなんですけども、出発地点って一体どこなのか、何を目指してるのかっていうのを、やっぱり考えてみて、で、知っているから教えたいって、その欲って、でもこれはあくまでも自分の本当に欲の部分だなっていうところに一回ちょっと落とし込んでみたんですね。で、やっぱそこの痛みも当然あるんですけども、でも一回それを、じゃあそれは100%生徒のためかっていうと、やっぱり自分のその、もしかしたら、私自身の自己有用感っていうのももしかしたらあったのかなっていうところで、そこもちょっと手放してみるっていうことをやった時に、あ、なんだ、手放しても生徒は聞いてくるぞと思ったんですね。彼らは自分たちで学んでいく過程で、この意味がわかんないとか、ここの説明がちょっといまいちわからないとかっていうことに関して、むしろ積極的に聞いてくれるようになったんです。なので、余計もっと深いところとか、もっと言うと、もう私自身ももっと歴史について深く知っておかないと、そこに対応できなかったり、ある意味それも私の刺激でもあるので、先生、参加してこない生徒とかいないですか？レクチャーがしてほしいっていう生徒はさっきのアンケートの中、リフレクションの中にも、少数ではあるんですが、あったりとか、こういうような問いっていうのが、抽象度が高いというのを私も出したりするので、難しいっていうようなことを言ってくれる生徒もいるんですけども、私今基本もう全部グループでやらせていて、で、ちょっと活動が弱いなとか、落ちちゃってるなっていうところに、パフォーマンス落ちてるなっていうところには、声をかけに行けるようになってるので、講義をしてる時よりも、もしかしたらこの生徒が、教材とかその歴史と向き合ってる時間っていうのが、長くなってるかなっていうふうには、
はい、思います。すいません、ちょっと失礼な言い方をするはい、と、いいです。はい。一律高校ってね、トップ進学校でもないしはね、い。どちらかって中堅じゃないですか。そうですね。もしかしたら中堅よりちょっと下かもしれない。で、そこの生徒に対して、決して活動だけではなくて知識も結構求めていってますよね。で、多くの全国の高校の先生たちは、まあ中学もそうなんだけれども、まあ知識があって議論だとかね、問いだとかってこういう言い方する人結構いて、いやいや、そこはまあそういうふうに入っていく時もあるけれども、逆もあってね、いろいろやり方あるんですよっていうことを私は結構返していくんだけども、先生こういうふうに言われたら何て返します？私た先ち、生も聞いたことあるでしょ、これ。あります、もちろん。私もそこはいろいろ考えたことがあるんですけど、確かに我々世代はそれをやってきたかもしれない。そういう授業をやってきたかもしれないんですけど、その逆が不可能っていうのは、まだ誰もやってないなっていうふうに思ってます。ああ、なるほど。はい。ですし、そもそも、そこまあ、習前人得。未到の領域だからね。そうですね。で、まあ、習得、活用、探究っていう、まあ、3段階ある中で、そもそも使い方、使おうと思わないもとも、知ろうとも思わないんですよね。なので、まずは、何に使えるだろうかっていうのを考えるところから、ああ、じゃあこれ知っとかなきゃいけないよね。っていうふうに引っ張り出してくるっていう手順があってもいいんじゃないかな。で、もうこれからもちろん何か知っといた方がいいことなんて5万とあるんですけど、もう圧倒的にもその情報量も多いですし、今の世の中。で、どんどん知らなきゃいけないこと自体もベースというかその上積みのところが変わっていったりする中で、やっぱりその先にあるところから逆算して、じゃあこの知識、じゃあこの知識っていうふうに本人たちが望んでやっていくっていうのが、今のこの情報量が多くなっている社会の一つの学び方でもあるんじゃないかなっていうふうには考えます。